はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、メルカリで1万円で買った、まあ約だけどね、約1万円で買った、まあデスクトップパソコン。ほぼね、スペック的には10年ぐらい前かな、のスペックのパソコンで、アバをやっていきたいと思います。そして、設定は、僕がいつも使ってる、これ結構いつも使ってる設定です。前まではちょっと1440だったんだけど、ちょっとスペック上でね、メイン PC のスペックが足りなくて使えないっていう現象が起きてしまったんですけども、まあ、一般仕様、影一般仕様で、まあこういう設定で、僕やっています。この設定で、ちょっと、アバの方をプレイしたらどれくらいのパフォーマンスを発揮してくれるのか、ちょっと検証していきたいと思います。PC のスペック的には、下記概要欄の方に書いてあります。ちょっと簡単に説明すると、i5-650-3.2GHz の、メモリは 8GB に増やしました、自分で。で、あと、SSD にアバは入ってます。で、GT240 かな。で、そういうグラボ、僕もね、ちょっと全然聞き覚えのないグラボを使っています。さあ、ちょっとやってみましょう。はい、それではここでやっていきたいと思います。いつも使ってる PC の設定でやっていくんで、まあ、どれくらいのパフォーマンスを発揮してくれるのかが大事、どれくらいのパフォーマンスを発揮してくれるかが、重要ですね。まあ、一般仕様なんでね、100前後出てれば優秀なのかなと思います。この設定で。ただね、ちょっと、カクつくところがあるね。動画を撮ってると。動画を撮ってないとね、割と200固定ではあるんですけども、CPU を使っての、録画なので、少しね、良くないのかもしれないですね。負荷が多いのかもしれない。アバはちょっと CPU にかなり負荷がかかる、ゲームなので、まあ、あまりよろしくはないですね。さあ、今のところはあんまりそんなに、まあ、そんなにつつもカクついてるのはね、わかるんですけども、多分動画でもわかると思います。カクついてるのは。おや?おや?まあ、110とか100とか。まあ、本来こんな感じなんだろうね。スペック、FPS フレーム数が出てないっていうのは。オーマイガー。ちょっとスナイパー使ってみようかな。次死んだら。で、120とか130ぐらい出るとね、結構いつも通りの感覚になります。ちょっとここだと、なんか、60Hz でやってんのかなっていう気分になるんですけど、一応ね、モニターを変えて 144Hz のモニターでやってるんですよ。おぉ、やられた。クソエイムだった今ね。全然修正してなかった。それでも100出てるっていうね。ちょっとガガガガってなってるのがわかるかな、みんなに。伝わるかな。動画の方で、キャプチャーの方ではね、意外と普通だったりするんでね。この実際にやってないとわからないっていう。リロード。おそらくスナイパーが。いや、無理だったー。これね、Windows 7なんでね、使えないんですよ。顔ってやってもほら、これなって、家もね、使えないんですよ。なので、今回は顔文字なしで、送って、検討していきましょう。もしかしたらね、音量の方もね、ちょっと危ういかもしれない。これ一発撮影なんだよね。バンディカムでの。いやー、なんか撃ってたよね、あの上で。絶対撃ってたよね。あ、死んだね。タイミング悪かったのかな。で、バカの方ではですね、設定か、バカの方では設定を変えてちょっとやってみましょうか。あ、殲滅でこんだけ出るからね。バカ派でもね、おそらく同じぐらい出るんだろうなと思います。なので、影を今度なし、一般仕様でもなく、使用しないの状態で今度やってみて、それでどこまで出るかやってみたいと思います。いいですね。割と普通にできましたね。はい、それではここでやっていきたいと思います。またインディアですね。この間の、色武器でもインディアで。インディア比較的軽いんでね、あんまり気にならないのかなと思いますけど。まあ、一般仕様でも一般仕様じゃなくてもそこまで変わりはしなかったかな、インディアだったんで。まあ、打って変わって、150ぐらいまで出てますね。ただちょっとね、やっぱり110とかフレーム数が下がるとね、先ほどの殲滅でも言ってたガク付き、あれは感じられますね。申し訳ねえな。死んでしまった。味方が。さあ、ここから入っていけるんじゃないか、これ。さあ、一人やって、もう一人やって。さあ、三人目。ラッキーですね。さあ、久しぶりに GXT363 のヘッドセット使っていますが、聞きやすいね、これね、やっぱりね。
音がね、聞きやすいよ、これ。左と右、俺ね、左全然普通聞こえないんだけどね、このヘッドセットだけはね、左がね、よくわかる。さあ、いいプレイしたんじゃないでしょうか。いいプレイしたんじゃない？初めて見たって言われたんで、これ、検診しておきましょう。ビオ祭り。いや、バイオかな。どっちだろう。ありがとう。ありがとう。いやー、それは無理。ごめん、無理だわ。いや、スモークの中入ると結構下がるね。スモークはやっぱしょうがない。グラボが弱いかんな。グラボがね、なんかドスパラの、性能パフォーマンスで見たときに、なんかね、信じらんなかったよ。もう見たことねえ数字だった。なんか、ドスパラのコストパフォーマンス、あ、ドライバーのパフォーマンス数値ってのを見れるんですけど、そこで、GTX、今僕が使ってる1080見たときに、700何本かな ?6 ギガ、あ、8ギガで。メモリ、グラボのメモリが8ギガで、で、パフォーマンス数値が700何本とか出てて、あ、すげえ、それすごくいいんですよ。前使ってた 780Ti が300何本だったんで、全然いいんですよ、本当に。で、このグラボ何本かっていうと、770何本、やめて、すげえ重い700何本かに対して、このグラボ、23でした。2桁でした。ものすげえ重かった、今。ものすげえ重かった、今。グラボのメモリがちなみに1ギガかな、確かね。GT240。気になる方はね、GT240 パフォーマンス性能とかで調べてみるといいかもしれないですね。パフォーマンスか性能かで、ね。やっぱちょっとね、木たかれるときついですね。かなりきついですね。処理が間に合わないよーってなる。まあ正直一般仕様くらいだったら、まあ3じゃなくてもね、ここは2に変えてもできるんで、まあそれでやってもいいのかなと思いますけども。一般仕様の影だったらね。まあ、あとはね、動画を撮る、もともと動画を撮って何かするっていう目的ではなかったので、まあ、それがいいパフォーマンスなのかなと思いますね。動画を撮らなければこんなことはないんで、負荷がかかってる状態なんで、今は。まあ、案の定ね、動画を撮ってない時に、なんだっけな、AI かなんかやってスモーク結構焚いてみたんですけど、あと練習チャンネルとか、あんまり気にならなかったんで、まあ大丈夫かなと思います。これ入るしかね。助けて。そこにいたんだ。さあ 4-0 ですね。味方が非常に強い。素晴らしいですね。さあ MP7 1回だけ使ってみましょうかね。さあ僕がよくやる MP7、 もうマッチとかで俺がポイントは持ってんだと思ったら、もうこれだから、大体これだから。あ、これ暗いです。暗いで奥まで。ああ、それ投げれない。いやー、ダメだった。いやー、ダメだった。だから本当になんかアバを別に動画撮るとか目的じゃなくて、ただ純粋に友達とアバしたいとか、で、やりたいだけだったら、本当にね、このスペック、1万円メルカリで出せばいけますよっていう感じっすよね。1万円だよ、1万円。まあ、1000円、1万1250円ぐらいだけどね。送料なし。ちなみに、送料込みで混んでたんだからね。うまいな！惜しい！なのでね、本当に優秀っすよね。超優秀じゃないですか。しかも実際もっと下げれば余裕だからね。まあ、言ってね、アバの推定、最低、あ、やべ、見てなかった。危ねえ。
アバの最低のね、スペックってね、もっともっと低いんですよ、このスペックよりも。でも一応コア3かな？コア3って出てんのかな？コアアイスブーンかな？最低でも。一応ね、最低スペックはね、そんぐらいは必要なんですけども。あれ？いたよね。あれ？ああ、なし、そっちだったんだね。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。はい、そんなわけでですね、いろいろとちょっと遊んでみましたけども、まあ、影なしでも影ありでもあんま変わんなかったなっていうのがね、やっぱインディア自体がそんなにね、影別に重要じゃないんで、そこまで、重い感じはしなかったんですけども、ただね、モークとか、グレネード、ああいうのがまとまってきたりするとちょっと重かったですね、やっぱりね。でも、それは動画のスペック上、動画を撮ってるからっていうのもあるので、あれが僕は練習チャンネルとかでやった時は、その動画内、ゲーム、さっきのゲーム内でも言ってましたけども、あまり関係なかったんで、そこまで落ち込むことはなかったので、まあそんなに必要性っていうか、まあ気にするほどではないのかなって。ましてやね、マッチとかだったら5-5なんで、さらに人数少ないんで、まあもっともっと軽く遊べると思いますので、一般仕様で多分普通に問題なくできますね。まあ実際僕 AI チャンネルで200ぐらい、ずっと150以上前後、安定、150以上か、をずっと安定した状態で、すげえいつも通りのプレイで遊べたんで、AI では。16人、あれは AI が16の、こっちが1人かな。なので合計17人の部屋で普通に遊べたんで、動画撮ってない状態では。なので、とても快適に遊べたと思います。まあ、とてもではないか。まあ、快適かな。で、実際このパソコン1万1000円でね、メルカリで買ったパソコンなんですけども、本当ノートパソコンとかで40、50、60しか FPS 出ないってよく言ってる方多いんですよ、僕のリスナーさんでは。なので、中高生がね、よく多いので、中高生って結構あんまりね、この値が張るような10何万円のパソコンとか20万円以上のパソコンなんていうのは買えないんですけども、こういう1万円ちょっとのパソコンであれば、なんかこう、お金ちょっと貯めたら買えるような手が届きやすい値段だと思うんで、そう考えると、その層にはいいコストパフォーマンスなんではないかなと思います。ね。で、まあ、アバが動くってことは大体 CSGO とかね、PUBG は絶対動かないんですけども、まあ、フォートナイトとかだったら、動くと思うので、まあ、もしかしたら、最低、ちょっとフォートナイトの方の最低環境スペックとか見てないんで、ちょっとわかんないんですけども、まあでも、アバより軽いっては思うんで、フォートナイトの方が。な、そういうゲームちょっと遊びたいっていう方は、そういうのように買ってもいいのかなと思います。で、僕はもともと 2PC 配信をしたくて買ったんですけども、まあ、2PC するにはもっとスペックがいるんで、実際僕はNDI 出力、ネットワーク NDI っていうちょっと特殊なね、方法での、配信をしようと思ったんですけど、ちょっとそこがね、FPS に向かなかったっていうね、やってみたらね、のが分かったんで、ちょっと使えなかったなっていうのはあるんですけども、まあ僕はね、これ普通に研究用に使うんで、アバでは。なので僕、まだね、この間も言ってましたけど、僕になんか ASK とかで、あと Twitter とかで、コメント欄もね、あんま見てなかったりすることが多いので、ASK とかで言ってくれると、すぐざにやれ、ネタとかコメント、メモれるんでね、言ってくれれば、なんか検証した、欲しいことがあればやりますので。で、あとは、なんでしょうか。ね、目安かな？その、目安になるんで、僕の、このメルカリで、なんかこう、じゃあ実際に探そうと思った時に、この概要欄のスペックを目安に探してくれれば、あとはちょっとネットで調べるとかね、してもらえれば、それに近いスペックとかをメルカリとか、なんかそこら辺のフリマオークションとかで探してもらえれば、まあ騙されないようにね、悪い人たちもいるから世の中には、ね、ケースだけで実は1万円だったみたいな、そんなね、パターン、PC ケースだけ、PC 全体とかデバイスとか映してるくせして、実際はよく文章を見ると PC ケースのみとかね、昔の任天堂スイッチ売りますっつったら箱だけだったみたいな、そういうパターンのね、詐欺とかもあるかもしれないので、そういうのに注意しながら、ね、注意しながら、こういうコスパのいいパソコンをちょっと探してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回ね、ここまでとなります。何かね、この PC とか、なんかその他、なんか質問があれば、ASK とか、Twitter でガンガン聞いてもらえれば、お答えする範囲でできますので、そのテーマよろしくお願いいたします。そのわけで、今回ここまでとなります。それでは、お疲れ様です。